ご覧いただきありがとうございます。賃貸のまさきです。本日は奈良市般若寺町にございますコスモス物語にお邪魔しております。こちら 2DK タイプのマンションとなっておりまして、一人暮らしの方から新婚さんカップルさんにはぜひ、お勧めしたい物件となります。で早速ですね、こちらの玄関スペースからご紹介いたします。シューズボックスがあらかじめ備え付けとなった玄関ですね。そして左手の方が水回りとなりますね。肩までゆったりと使っていただける広い浴槽がございます。で洗面スペースがこちらです。洗濯機置き場の方と独立の洗面化粧台ですね。でこちらが洋式のお手洗いとなります。こちらがダイニングキッチンのスペースですね。こちらの方が、キッチン周りとなっております。お好みのね、ガスコンロを置いていただけるような仕様となってまして、シンクでしたり調理スペース、またねこちらの後ろのスペースも充実しております。非常に綺麗な水回りですね。でこちらに和室と洋室が1部屋ずつございます。まずこちらが洋室部分となりまして、バルコニーの方にねこちら出ていただくことができます。バルコニー自体もね非常にゆったりとしております。また高層階ということで、このように若草山の方ですね、一望できる非常に眺望的にも素晴らしい物件となります。で最後にこちら約6畳ほどのですね和室のご紹介です。こちらの方からも先ほどのバルコニーに出ていただけまして、こちらの方にはですね押し入れ収納スペースがございます。棚がね上下に2段ついております。約1軒ほどの押し入れ収納ですね。非常に、ね、奥行きの方もございますし、お布団などもねこちらにどさっと収納していただけます。はい、詳しい情報につきましては賃貸のまさきのホームページをご覧ください。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸のまさきでは皆様のお部屋探しを全力でサポートいたします。ご視聴ありがとうございました。